シールズ・ウォーレン、1959年、シールズ・ウォーレンは、アメリカ合衆国の病理学者、アメリカ海軍大佐、ケンブリッジ生まれ。祖父は、ボストン大学初大学長、父は、ボストン大学教養学部長であった。ハーバード大学医学部を卒業後、糖尿病を研究し、9冊の教科書を執筆、後願研究に転じた。 電離放射線の生物学的効果を研究した医療用放射線の専門家であり、また内分泌病理学の研究者であった。放射性効果物についての最初の体系的な調査を行い、後海軍将校として、広島市への原子爆弾投下や長崎市への原子爆弾投下による存命被害者を研究した。1五十六年、外科学者、アメリカ陸軍大佐。 アシュレー・ウォーターソンとの共編で調査報告書日本における原子爆弾の医学的効果をまとめた。1968年アメリカガン協会ナショナルアワード、1971年エンリコ・フェルミ賞など多くの賞を受けた。彼の先駆的な業績は他年にわたりアメリカ原子力委員会アメリカ国防総省米国科学アカデミーアメリカ航空宇宙局、 アメリカが衆国大役軍人賞に受け継がれた。ありがとうございます。